は少し。あら、もうないわ。どうしよう。そうだ、ポビーに借りてこよう。もう夜も遅いのですが、ルーピーはお塩を借りるためポビーのところへ行くことにしました。まったく、こんなに暗いのにおもちゃを探してくれだなんて。クローン見つかった？クランクラン。僕もそっち行くよ。どこに行っちゃったんだろう。あ、なにこれ。あったあった。とても暗い夜だったので、ルーピーのことを幽霊だと思ってしまいました。よし、こうなったら。目の音。幽霊。幽霊がいなくなった。クロー、この隙に早く家に戻ろう。あ、あれはこれ、何の音。お？あれ？何もいないみたいだけど。さっきはあそこにいたのよ。僕たちに気づいて逃げちゃったんじゃない？あ、すごい風。あ、さっき幽霊が出た時もこんな風だったの。そんな。みんな、ポロロだよ。幽霊かと思ったよ。みんなここで何してるの？ルーピーがこの辺りで幽霊を見たらしいんだ。あっちの方から君の悪い変な音が聞こえてきて。僕たちそこにいたけど、幽霊だと思ったから怖くなって驚かせて追っ払おうと思ったんだ。じゃあなんだ、お互いを幽霊だと思い込んだんだね。結局幽霊はいませんでした。